今回、使用したドットがですね、セフィアの X チューン 809M と、808M、この2アイテムを中心にローテーションして攻略してみました。809はですね、一般的な、M パワーのですね 3.5 号をメインに、バーサタイルに使う、エギングドットになっておりますが、X チューンのですね、一番の、トピックはこの軽さ、一日中使っても疲れない、しかもちょっと長いこの長さがですね、いろんなポイントのね、状況に合わせてラインのメンディングとかが、しやすくなっております。もう一本がですね S808、こちらはですねものすごい先調子ファーストテーパーになっているんですが、エギのサイズをね選ばず、繊細なね、当たりを取ってかけていく、こんなね、用途に向いております。特にですね秋の時期は、エギのサイズがね 1.85 から 3.5 号までね、幅広くいろんな、状況によって使い分けるんですが、こちらの2本はですね、おのおの、いろんなサイズのエギをね繊細に、扱っていけるロットとなっております。セフィアの新製品の SI、基本的にガイド絡みはない、ありません。なんでね、初心者の方とかにも、安心して使えると。あとですね、夜間ね、手元が見えないような暗がりの中でもロッドティップに、蓄光のね、塗料が、塗ってありまして、ナイトゲームでも穂先がね確認できる、自分のね、使っている竿の先端がどこら辺にあるかとかね、当たりを取るときに、視認性がいいようになっております。ぜひ使ってみてください。